MC の前田です。いつもご視聴ありがとうございます。先日マニアックスアリーナで開催されたサタデーナイトレースにこのスーパーバンクで挑んだわけなんですけれども、エントリークラスといういわゆる初心者向けクラスで、あの日実はね、あれ肉のレースだったんですよ。だから私以外はおそらくほぼ全員 2WD の車が走ってたと思います。四駆の車全然いなかったんですね。で、そこは私あまり分かってなくてまあエントリークラスというのは基本レギュレーションがないということで、四駆が混じっても大丈夫ということだったはずなんですけれどもね、ひょっとしたら自分だけルール違反して走ってたのかもしれませんけれども、それはさておき、7台エントリークラス参加されていた中で、5番でのゴールということになりました。で、結果はね、さておき、いろいろ反省点がとにかくもう山盛りで、まず、この車にまだ慣れていないっていうのはもちろんあるんですけれども、その、レースのこう一日の流れの中でね、なかなかこう波にうまく乗り切れないところがあって、もう練習走行から戸惑いの連続だったのが正直なところで、こうやっぱりね、ジャンプ一つ飛ぶのもビビりながら行ってるような状態 で一方でも周りの方々っていうのはもうビョンビョン飛んでるんですよね。そんな中でこうタイミングが合わずに、戸惑ってる間にドカーンとこうぶつかってしまって、相手方さんの車大丈夫だったかなと思うんですけども、こっち側の車、それなりのダメージを受けたこともあって、それはしょうがない、ぶつかりゃ壊れるもんで、幸いにもスペアパーツがあった分なので、壊れたというのはリアのアップライトだったんですけれども、先日たまたまスペアパーツを、購入しておいたのが良かった。やっぱレースする場合っていうのはね、できる限りそのスペアパーツっていうのはやっぱり持っておく必要あるなと改めて実感しました。で、ショップによってはね、常に完備されているところもあれば、今はいろんなその、流通の問題とかいろいろ製造の問題とかあるのかもしれませんが、思うようにね、欲しいパーツが手に入らないという状況もありますので、ちょっともったいないかもしれませんけれども、あらかじめ余分めにね、ちょっとスペアパーツは確保されておいた方が、レースをする上ではやっぱりパーツがなくてレース出られないというのは本当悔しいところなので、と思いますね。たまたま今回はそのリアアップライトというのがあったんで、そのままレースにも出られたんです。で、結構ね、走ってる間に車にダメージって出るもので、例えばこれフロントのバンパー、ここ割れちゃってるんですよ。多分ポールのところにガーッとぶつかっていったりする場面があったんですよね。で、いつ壊れたか実は正直分かってないんですよ。なんかの拍子で見たら、あれ割れてるっていうことだったんですね。ただこれもサスアームは大丈夫ですし、このサスピンの受けの部分が割れているわけではなくって、本当にこのバンパー部分が一部欠けたという状態なので、ひとまず走行させる分には、今のところ大丈夫なんです。で、このスーパーバンテに関して言うと、このバンパーが含まれているパーツって多分 B パーツなんですけれども、私の解釈ではこれいわゆるスペアパーツとして普通に店頭には並んでないんじゃないかなと現状。ただ品切れになってるだけだったらあれなんですけれども、ひょっとすると例えばサスアームのセットとか、ナックル系のね、さっき言ったそのリアアップライトとかアップライト系のパーツっていうのは普通に売られてるんですけども、ちょっとね、これ見当たらなくて、カスタマー商品になってるような気がしないでもない。間違ってたらごめんなさいね。ということで、発注はかけたんですけれども、すぐ帰ってくるわけではないので、しばらくちょっとこれで我慢するしかないかな。もし、これで走行に影響が出るとかね、このまま走れないという状態だったら、もうレース諦めないといけないというか、走行できないということになってしまうかもしれません。あと、これ今、フェンダーパーツついてないじゃないですか。レースの時外したっていうのはあるんですけども、戻そうと思ったらここフェンダーの受けの部分が割れてたことに気がついてこっち側ちゃんとついてるんですけども、こっちが割れてたんですよ。いつの間にこれ折れたのかなって実は全然気づいてなくて、
これも、なんかの拍子でぶつけて、壊したはずなんですけどね、まあ、そんなこともありまして今結構この写真傷んだ状態にはなってるんですね、とはいえその他ですね見た感じ、今のところその走行に直接支障をきたすようなところはないかなというところです。はい、まあ、現状今そういうことになっておりまして、で、まあ、実は今これ収録してるの13日なんです。でその後次の週末にいよいよマニアックスアリーナさんの 9.3 周年記念レースというねビッグレースが開催されるんですよ。で実はそれがあるのでこの間のその土曜サタデーナイトレースっていうどっちかっていうとローカルなレースにもかかわらずチャンピオンクラスのね、方々も顔を並べるようなものすごいレースになってたわけなんですよ、ね。まあ、その分見ていて楽しいすごい行った甲斐のあるレースではあったんですけれども、ただただやっぱり一番の目的というのは次の週末の、練習というかね、予行演習というような形だったんだなと思ってるんですね。で、まあ、そんなこともありまして私もだからこの間のその、9.3 周年記念レースのリハーサル的なところに参加させていただいた上で本命が今度の始末です。はい、また出ますこれでいいよ申し訳ないみんなハイエンドマシンばっかりなのにでもね TD4 他にも出られる方がいるんですよ、ね。でその方に先日ね練習行った時にTD4 で出るんですよみたいな感じの風に聞いたんで、あいいんだ出てもいいんだみたいなところがあって、でこれ今出るための準備をやってるところです。でまあいろいろやってます。で前回もレースにあたってその日もね前もって泉オフロードサーキットで午前中走行させて、でお昼からマニアックスアリーナに移動してでナイトレースに出たんですよ。でもともと泉オフロードサーキットでは20枚のピニオンギアをつけてたんです。だからギア比 10.27 もうこれはほぼヒット標準のコンマ6モジュールのギア比と変わらないレベルの、その方がコースではスピード感が他のシャーシというか他の車と近いスピード感になるので、まあ、楽しめると思ってそうしてたんですね。でマニアックスアリーナに移動してまず何をしたかというとピニオンを変えました。で、その時手持ちで一番大きかったのが23枚のピニオン、これに変えたので 8.93 までギア比上がってます。10.27 から 8.93 ということでスピードは全然速くなってるんですよ。動画で見てても他の車がもっと速いのでえらい遅く見えたとは思うんですけれども、時点でこの車自体はかなりスピード出てたんです、ね。だからジャンプが結構余裕を持って飛べるようになったんです。一つはね。でもう一つ変えたことっていうとこれウィングなんですよ、ね。前下がりに飛んでしまうっていう現象があるっていう話を周りその日ねすごいエキスパートの方々もたくさんいらっしゃったのでいろいろ話をしてると握ってりゃいいじゃんっていう話になったんです。スロットルはね確かにそうなんです。走らせ方なんです一番はね。バギーはジャンプするんですけど、ジャンプするときにスロットルをずっとこう握ったままフルスロットルのままジャンプを飛ぶとそのままノーズは上がっていくんですよね。でもブレーキをかけるとノーズが下がるんですよね。でこれをうまく利用して上手な方はジャンプしたときにこのノーズを上げ下げして着地するときにこういう路面なのかこういう路面なのかこういう路面なのかで路面に合わせてこの車の姿勢を変えるんですよ。だから走行動画をよく見てると分かるんですけど、こう飛ぶ時にピュッと飛んでスーッとなる車とかそのまんまビューンと行ってしまう車とかいろいろあって、着地する瞬間にその路面にピタッと四輪がはまる車もあればバタバタンとかもしくはもうゴーンとかいろいろこうばらつく車とかあるんですよね。上手な人ほどピタッと合わせるんですよ。
でそうするためのもちろんテクニックもあります、必要なんですし、あとは車の状態をそういうふうに扱いやすいように仕上げていくっていうのも大事なんですよね。でそのための一つのアイテムっていうのがこのリアウィングなんですけれども、これ見たら分かりますけど全然大きさが違うんですね。このスーパーアバンテのノーマルウィング、決して小さいわけではないんですけど、まあ、今時のこのレーシングウィングという、これどこのなんだかごめんなさいよく分かってないんですけど、ある、ワークスドライバーの方から、譲り受けました。こんなん使ってんとこれあるか、これ使したいんだよということで、いただき物です、ありがとうございますね。でこれをレースの時に途中からつけるようにしたんですよ。押したら同じように飛んで、同じように飛んでても全然前が浮くようになるんですよ。やっぱりね、もう違うんですよ、ウィングでそういうもんなんですけど、これをつけて同じように飛んだら、さっきまでこういう風に飛んでた車がこう飛ぶようになったんですよ。でこれ戸惑いましてねさっきまでこれでピタッとこう着地できていた場面もこういう風に着地するようになっちゃって、あ、ダメダメダメ、握っちゃダメなんだっていうところから、調整しなきゃダメだなっていうことになってきて、ちょんちょんとこうブレーキをかけるとか、もしくはスロットル離してこうニュートラルだけでもやっぱり落ちてくるんですよ。これそのニュートラルにするとかブレーキをかけるとかしてこう微妙に調整してるんですよ、偉そうにだからレースね3回走らせてるんですけれども、徐々にね動きが変わっていっているところを見てほしいできて必ずしもできてるわけじゃないんですけど、やろうとしてるところは見て取れるんじゃないかなというところはあります。はい、まあ、何度かあるきっちり成功してるところもあるんですよ。自分であいけたっていうところもあるんで、まあ、そういう、まあ、何回もこう練習走行ね、か練習というか走行を重ねてるうちにそういうテクニックも身についてくると思いますんで、まあ、私今回そのレース参戦を目指して、まあ、急遽ねこの TD4 を持ち込んでマニアックスアリーナでの走行を重ねてるわけなんですけれども、マニアリさんでの走行ってちょっとどうかなってこう奥っていうかね、ちょっとこう引き気味になられる方もいらっしゃるかも。やっぱこれちょっとレベル高いからなとかってあるかもしれませんけど、確かに高いんですよ、むっちゃ高いんですけど、ただやってみればできなくもないと思います。思います。でいきなりね、その例えばタミヤの旧車持ち込んで同じように飛べるか、ちょっとなかなかそういうもんでもないので、やっぱある程度準備って必要なんですよ。あと私もねここに24、25のピニオン手に入れました。なので、今ねこれ23が入ってるんで 8.93 なんですけど、このさらに大きい25枚のピニオンをつければ 8.22 までギア比上がります。するともっとスピードが伸びるんですよね。だから今度の週末本番の時にはさらに直線スピード伸びますので、この間のサタデーナイトの時に直線後半でぐーっと後ろから追いつかれてきていた状況からもう少しスピードで負けないような状態になってくるはずなんですよね。まあ、そのために他に何か弊害が出てくるかもしれませんけれども、うん、まあ、そういう対策を施して、でこの授かり物のウィングも当然装備してやっていこうかと思っております。あとはまあ、ダンパーのねなんかこちらちょっと調整はするかもしれないですけど、ただマニュアルで走らせていた上でダンパーセットがどうのこうのっていうのはなかったので、とにかくスロットルのね、調整というかこっちのテクニックの問題の方が大きかったので、それでなんとかなるかなというふうに今思ってますんで、勝ち負け云々じゃなくって周りに迷惑を少なくできるだけかけないように流れに乗ってレースができればなというふうに思っておりますので、まあ、そんなことでこのマシンで今度の週末マニアリさんの 9.3 周年記念レースエントリークラスに挑戦します。